おはようございます。ジャスト株式会社代表関正明です。今回ね、ちょっと前回に引き続きでこの奇跡のリンゴについていろいろ映画奇跡のリンゴあるんですけど、それについていろいろ考察できていろんな見方が できるんだよね。まあ最終的にちょっとね、何が起こったかっていうとね、やはりね、このこう無農薬が良くて農薬ダメだよねっていうと、このもう発想からね、いろいろ困難が起こっちゃう、うん、この人ね。はい。で、まあ農薬もでね、最終的にこう、なんていうか、ここの、外れたんだな。こう、こっち悪い、うん、いい悪いっつうのはね、うん。で、ここの、なんていうか、外れたのために真実が見えてきたんだよね。はい。いや、そのきっかけ、もう究やっぱね、究極まで、ね、追い込まれちゃったね、この、やればやるほどこう、意固地になって農薬って、もう敵がどんどんできる、うんうん、こっち側に、はい、敵がどんどんできちゃって、もう、で最終的に、でも人間って面白いな、ね、自殺しようとして、そこにこの、ね、野生のリンゴの木があって、うん、あ、ここだって分かる。あとね、やっぱ似たような話で、この金を掘ろうとしてて、でもう一銭もなくなっちゃったんだよね。もうで飼ってたロバも死んじゃって、アメリカの西部開拓の時代だったんだよ、ね。はい、でロバのこの何この墓を掘ろうと、はい、ってほど掘ったらそこに金が出たとか、ね、はい、人生ってそういうことあるんだよね、うん、でなんかこうもうどん底まで行くとね、なんかこう月もう岩盤みたいだって突き当たって、そっからもう上見るしかないなってとこがあるんだよな、はい、うん、面白いね、うん、実はまあ僕はそういうとこ経験したことないんだけど、うん、あるな一回、ね、あるなそういうとこまで来るともう上見るしかない、ね、そこが来る、その岩盤見た時にこれが外れたんだ、うん、で真実って何って話だよね、うん、でやはりね、やっぱ農薬僕農業はあんまりやったことないんで分かんないんだけど、やっぱ農薬使うっていうのは結構自然と人間の権力ある、権力闘争に行くと思うね、うん、そうですね、どっちが勝つかって話、はい、で、うん、でその歴史なんだけど、やっぱ真実はやっぱこの生態系の中、人間もこの生態系の一部だよねって話、うん、でこうやっていくとこう真実が見えてリンゴが見えた、こうすごい深い話だなと思ってね、いろんなことが分かってくるね。で昔の僕だったらね、違う見方したよね、単なサクセスストーリーだと思ってた。でなんかこうどん底に落とされた男が自分の信念でこれでなんかこんのし上がって、はい、こうほら見たことが俺が正しいです、うん、そういう単純な話は実はないんだよね。で結局ね、やっぱみんな味方になってくるの最終的には、ね、はい、村八分、ここの、うん、この人はやっぱ心で作り出した敵味方だから、はい、いう話なんですよね、うん、まあぜひ機会があったら見てみてください。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。